静岡鉄道雲葉百系電車はかつて静岡鉄道に在籍した通勤系電車。自社長沼工場で申請された一連の製鉄系電車の基本となった形式である。本校では本形式の熊本電気鉄道への乗車である熊本電気鉄道五百系電車及び日立電鉄への乗車である日立電鉄雲葉百系電車についても記述する。 製鉄の車両は1957年に登場した21系以降、自社長沼工場にて申請されていたが、いずれも車体長14メートル未満の大型車両であった。しかし、1961年に登場した本形式は、車体長17メートルの堂々たる車体に近代的な設備を持った車両として申請されたので、ある。このような大手私鉄の新型車両に匹敵する。 内容の車両を一地方施設が自社工場で内製したということで登場当時は趣味市等で取り上げられ話題となった。以降、1966年までに全重量が製造され本形式で確立された基本仕様は後継形式である300系350型にも踏襲された。裾絞りを有する全構成車体に 片側3カ所の客用扉を設置する。丸妻形状の正面には貫通扉を備え、前頭部には行き先表示幕が装備され、正面用部左右には前小刀及び標識灯が各一つずつ設置された。客用扉は製鉄発の両回避を採用したが、扉幅は 1150mm と標準的な両回避よりも若干狭くなっている。 側窓はアルミサッシを採用し、上段加工下段上昇式の二段窓であった。なお、クモ106までは、両運転台車として竣工し、窓配置は DD3D3DD DD であったのに対し、クモ107以降は、当初より、片運転台車として竣工し、窓配置は DD3D3D1 であった。車内は、ロングシート仕様で、室内灯は当初より、 蛍光灯を採用し、車内放送装置及び電気暖房装置を備えていた。パンタグラフは、奇数社が新静岡よりに、偶数社が新清水よりにそれぞれ搭載するが、雲波109雲波110のみは、各社の連結目によりにパンタグラフを搭載していた。このような近代的な仕様の車体周りとは、対照的に、床下機器は一部を除いて全て他社から購入した中古品及び、 自社のストック品で占められ、古色騒然とした仕様となっている。主電動機は、東洋電気製造製 TDK-31SN で、駆動方式は吊り掛け駆動、台車は JG ブリル 27MCB-2、日本車両製造 D14 などの吊り合い、量式台車を装着する。唯一主制御機のみは、申請され、日本では珍しい電空油圧カム軸式。 関節自動加速制御機である東洋、電気製造 ES-801A を各社に搭載した。制動装置は SME 非常便付直通空気ブレーキで、電気制造の装備はない。以下、製造年次ごとに各社の概要について述べる。クモハ101クモハ1002961年と、翌1962年に各一両が申請された。 前述のように主要機器は流用品で占められていたとはいえ、申請当時は製鉄一の高性能車であり、試運転時には最高速度時速 80km 以上を記録して乗務員から走りすぎて困るとの票が上がったほどであった。なお、本グループのみは窓周りがクリーム色、その他をブルーとした急塗装で竣工している。 クモハ103クモハ1061963年から1964年にかけて4両が申請された。基本的な仕様はクモハ101クモハ102に準ずるが、本グループはローズレッドとクリーム色のツートンカラーの新塗装で竣工し、この塗り分けが静岡清水潜在席車両の標準塗装として従来車にも踏襲された。 クモハ107クモハ1101965年から1966年にかけて4両が申請された。静岡清水線における運用が2両編成が基本となったことから本グループからカッター運転台使用2両固定編成で進行した。連結面は切り妻構造とされたことに加え全照灯が シールドビーム化されて、ライトケースが縮小されたことで正面から受ける印象に変化が生じている。また、客用扉の窓角 R が大きいタイプに変更された。なお、クモハ109クモハ110のみは、他社と仕様が異なり、正面窓の点地寸法が若干縮小されたほか、前述のようにパンタグラフが各社の連結面に搭載されていた。なお、 静岡鉄道では急行運用につく車両に駅到着時や通過時に推眠するミュージックホーンを搭載し、急行運用に際して列車種別を表示板で表示していたため、正面中央倉庫に種別板受けを設置していた。本形式では本グループのみ、これら装備を搭載していた。前述のように静岡清水線の全列車が2両編成での運行となったことから、 両運転台仕様で申請された雲波101雲波106についても、片運転台化、二両固定編成化が施行されている。固定編成化に際しては、雲波101雲波102のように、続番で組み合わされ、パンタグラフが編成両端に来るよう編成された。運転台後は、完全に撤去され客室化されたが、つま面形状は、丸妻のままであり、 乗務員とビラートに新設された側窓も、寸法的な問題から、幅の狭いものとされたことで、当初から、片運転台車として進行した雲波107雲波110とは、容易に見分けることが可能であった。その後、雲波101雲波106については、正面悲観通過及び、全消灯のシールドビーム化も合わせて施行されている。静岡清水線における、 主力形式として使用された本形式であったが、線形導入による従来車代替の進捗に伴い、本形式もまた代替対象となった。1976年にクモハ101クモハ106が、1979年にクモハ107クモハ110がそれぞれ廃車となり、形式消滅した。なお、解体処分されたクモハ101クモハ102以外の8両に、 については、クモハ103クモハ108が、熊本電気鉄道に、クモハ109クモハ110が、日立電鉄にそれぞれ譲渡されている。以下、他社へ譲渡されたクモハ103クモハ110の、譲渡先における動向について記述する。老朽化した従来車の置き換えを検討していた、熊本電気鉄道では、1976年と1979年の2度に、わたって、 本形式3編成6両を譲り受け、500型として導入した。奇数者が、菊池向き、偶数車が、藤崎宮前、上、熊本向きとされ、車体塗装が、当時の熊本電気鉄道における、標準塗装であった上半分クリーム色、下半分赤茶色に塗装変更された他は、ほぼ製鉄在籍当時そのままの仕様で運用された。1980年に、 偶数車が、車番はそのままに、電送解除され、MT 比が1、1化された。なお、制御車化された3両については、後年整備の都合から台車を、東急で千3450系の、廃車発生品である、川崎車両製の川車3450系釣り合い、両式台車に交換され、仕様の統一が図られている。1986年のワンマン運転開始に、 ともない、本形式もワンマン化改造が実施され、同時に、車体塗装について、下半分を大々色に塗装変更された。その後、1987年に区派504が事故で被災し、旧車となり、連結相手を失った、モハ503は、同年10月に、製鉄当時に撤去されていた、運転台を復活させる形で両運転台化され、 モハ 600K601 と神経式に区分された。新塗装になった、クハ506も五505,991年頃から、旧車中のクハ504を除く全車が5000型と同じ、上半分がスカイブルー、下半分が青色に、朱色路帯の新塗装に順次塗り替えられた。しかし、同時期には、外反の薄い軽量構造が災いして、 車体の老朽化の進行が顕著となりつつあり、また代替車として6000系、200型が投入されたため、以下のように順次廃車された。廃車後は、後述600型を含め全車解対処分され、現存する車両はない。600系前後で述べたように、事故で編成相手を失った、もは503を両運転台化し、神経式に区分したものである。 同社は元来両運転台車であったことから、携帯的な違和感はなく、増設された、運転台の全面形状も、季節側とほぼ同一であったが、全消灯ケースの形状や行き先表示幕の、外枠形状等に際が見られた。また、両運転台下に際して、藤崎宮前側にもパンタグラフを増設している。主に北熊本台上熊本間の通称、上熊本線で運用されていた。 両運転台仕様であることによる使い勝手の良さから、熊本入りした元100型のみならず、全重量中最後まで現役車両として残存した元100系であった同車であったが、老朽化により2000年1月11日付で廃車となった。編成表日立電鉄区派109、も派110、下立電鉄では1979年にも派109。 クモハ110の1編成2両を譲り受け、同年12月より運用を開始した。クモハ109は入選直後から区ハ代用として使用されており、1981年8月には電装解除されてパンタグラフを撤去し、車番はそのままに正式に区派となった。塗装は、日立電鉄の標準塗装である上半分クリーム色、下半分オレンジ色となり、 製鉄時代と同様の二両固定編成で使用された。同社では日中の単行電車でワンマン運転を実施していたが、本形式は二両固定編成であったため、ワンマン運転には強されず、主に朝夕ラッシュ時の車掌乗務列車に使用された。しかし本形式もまた、熊本電気鉄道に譲渡された車両と同様の問題を抱え、 機器の老朽化も進行したことから、元 A 団2000系の2000系、3000系の導入に伴って1993年4月30日付で廃車となった。廃車後は車体のみが民間に売却され減損する。熊本電気鉄道500系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。